アメリカを代表するGAFA、今彼らの決算どこも冴えないんです。売上高成長率がひねり出せなくなってきてるんです。問題は次の成長をどこからひねり出してくるか、そのロードマップが全く見えてない状態なんです。業績的な切り口からはGAFAは買えない。アルファベットの EPS、売上高はどちらも落胆すべき決算。売上高成長率はわずか 1%。YouTube 広告も不振。ChatGPT により Google 検索の頻度が低下してくるリスクがあります。Apple は EPS、売上高どちらも未達。売上高成長率はマイナス 5.5%。さらに今年、通年ベースでも多分マイナス成長になると言われています。サービス売上高は予想に一致、やや不満を残す内容だった。メタプラットフォームズは EPS 売上高どちらも予想を上回ってきました。しかし売上高成長率は冴えない。そして今回は事前予想が非常に低かったんです。それを超えてきただけ。ユーザーのエンゲージメントは増えていない。広告も伸びていないといったような構造的な問題は全く解決していないんです。アマゾンは売上高はポジティブサプライズでした。売上高成長率は 8.6%。 これ高いように見えますけれども、インフレ率を差し引いて考えると実質的にはそれほど成長していないんです。特にクラウドの AWS も成長がかなり鈍化してきています。 AWS の営業マージンは大幅に縮小しています。多分水面下で値引きしていることの表れということ。マイクロソフトも冴えない決算でした。低い成長しかしていない。クラウドの Azure の成長率も鈍化してきている。GAFAMの決算あまり良くないです。テレビ、新聞、雑誌などオールドメディアの広告費がネットに移行していくシフトもほぼ終了している。主に広告モデルに依存するネット企業の営業戦略は今曲がり角に来てるんです。そこで問題になってくるのが、投資すべきは世界株の VT か米国株の VTI か。広瀬氏は今は世界株がいいと思うということなんです。再び GAFA が株価指数全体をアンダーパフォームする展開になると思うから。こちらが全米 VTI のポートフォリオ。 Apple が 5%、 Microsoft 4%、 Amazon が 2%、 Alphabet が 1% と GAFA の比率が高いです。それに比べてこちらは VT、 もちろん GAFA がトップを占めてるんですけれども、 GAFA が占める割合、これが VTI よりも小さいです。チャートで見ると、この青色が VTI、 こちらのローソク足が VT、 2011年の後半頃ですね。そこから一気に全米が全世界をアウトパフォームしてきています。しかし今 GAFA は非常に苦戦していますので、今後はこの全世界が全米をキャッチアップしてくると彼は読んでるんです。